リオグランデドスル州、リオグランデドスル州、エスタドドゥ、リオグランデドゥスルは、ブラジルの最南端に位置する州である。北にサンタカタリーナ州、南にウルグアイ、西にアルゼンチンと国境を接しており、東は大西洋に面する。州都はポルトアレグレ。ブラジル国内での発音は、リオグランジドス。ガウショ、牧道によるブラジルを代表する料理、シュファスコト、 航空会社バリグブラジル航空の発祥地であり、ワインの生産も盛んである。略称は RS であり、襲名はポルトガル語で、南の大きな川を意味する。日系ブラジル人による、現地日本語媒体による表記は、南大河州である。逆に、北の大きな川を意味する、名前のリオグランデドノルテ州、リオグランデノルテが、ブラジル北東部にある。略称は、 R.N. 州の北西部には17世紀ブラジルのイエズス会のグアラニー族に対する伝道、または征服の名残が存在する。地域にとって重要なことに、イエズス会の恐怖ロケゴンサレス、ロケゴンザレスでサンタクルスとしてもまた知られている、は特筆されるべきであり、彼は1626年5月3日にパラグアイから到着し、サンニコーラウ伝道地を建設し、 白人として最初に距離オグランデドする州として知られる領域に到達した人物となった。グアラニー伝道書消滅の後に残されたすべての遺跡の中で最も重要なものの一つであるサンミゲル、またはサンアルカンジョは現在のサントアンジェイロの近くに存在している。音と光、ポルトガル語では、ソン、イールスの章がサンミゲル教会の廃墟で行われている。 1738年に領域、今日のサンタカタリーナ州を含むは、王領カピタニアとなり、リオデジャネイロの俗領となった。スペインとポルトガルの国境紛争は、スペイン人にリオグランで、カタニアの首都だったと、近隣地域を1763年から1776年まで占領させ、1776年にポルトガル領に復帰した。 1763年のリオグランデ占領は、パトスコの上流のビアマンにあった政府の渡るをもたらした。すなわち、ポルトドス・カザエスがポルトアレグレに改名されて、首都となった。1801年のスペインとポルトガルとの戦争に、関するニュースは、リオグランデの住民に1763年以来スペイン人が、領有していた7つの不況地といくつかの国境の要塞を攻撃させ、 占領させたが、1801年以来、1777年に、条約によって確立された国境に変はなかった。サンタカタリーナとリオグランデの地区は1760年に、軍事上の都合によって分離され、1807年に、後者は、サンペドロドリオグランデとして、カピタニアイコールジェラールのカテゴリ登録され、リオデジャネイロからの独立し、サンタカタリーナを従属させた。 1812年にリオグランデとサンタカタリーナは2つの異なったコマルカが組織され、後者は1822年にブラジル帝国が組織された際に独立した州となった。このように初期の歴史において主に田園地帯だったのにもかかわらず、コロニアゲルサクラメントをめぐるスペインとポルトガルの紛争とグアルニー伝道地戦争によってリオグランデドスルの大草原は血塗られた。 戦争の舞台となった。また、元来この地域の一部は、ウルグアイの領域、バンダオリエンタルの一部だったが、ウルグアイの独立における混乱の最中にウルグアイはこの地域を喪失した。ブラジルを破りたがっていた、アルゼンチンの助けがなければ、ウルグアイは、リオグランデドスルのすべて領域を失う可能性があった。独立後の19世紀には、国内の反乱の焦点にもなった。 1835年に分離主義運動が州内で勃発し、10年間続いた。ファラーポス戦争は結局軍隊と武器ではなく、金銭と恩赦によって集結したが、州は大きな混乱に苦しみ、長らくそれは回復しなかった。ジュゼッペ・ガリバルディがヨーロッパに帰還し、出身地イタリアの英雄になる前に分離主義者に加わっていたことは興味深いことである。 1865年にパラグアイ軍が州に侵攻し、8月5日にウルグアイアナの町を占領した。しかしながら、翌年の9月、パラグアイのエスティ・ガリビア将軍は戦うことなくして、幸福マイナス三国同盟戦争にいては稀に見る、実態マイナスした。リオグランデドスルではしばしば政治的戦闘が発生したが、 重要な革命は1845年のポンシェ、ベルデ協定の後、フロリアーノペーショと将軍彼の考えがたい、州政府への干渉グメルシンドサライーバの下での1892年から1894年までの反乱につながったマイナスが、リオデジャネイロの政権を奪取するまで起きなかった。この混乱の中で、革命家はサンタガタリーナとパラナを占領し、クリチバを攻略したが、 結局、彼らが軍事品を入手できなかったために打倒された。この混乱における事件は、サルダーニャダガマ提督の死であり、ブラジル海軍の将校であり、1893年から1894年の海軍の反乱の首謀者の一人だった。彼は、ウルグアイの国境付近で、紛争終結間近に小競り合いの中で死亡した。1930年に、 ブラジルの独裁者となり1950年に再選されたジェトリオ・バルガスはリオグランデドスル出身だった。州の北部はサンパウロ州南部からパラナ州とサンタカタリーナ州を通って伸びているブラジル高原の丘陵地帯に位置しており多くが低い山脈によって途切れている。低い山脈はセラドマールの延長でありサンタカタリーナ州からウルグアイまで続いている。州の位置 山を占める南部はラプラタ盆地に位置しており、ウルグアイ、アルゼンチンに続くパンパの始まりとなっている。州内にはパトスコ、メリンコなどの湖が存在し、ジャグアロン川、イビクイ川などの河川が流れている。州西端のウルグアイ川はアルゼンチンとの国境を形成している。リオグランデは南温帯地域に位置し、亜熱帯性気候である。 比較的顕著な四季があり、降水量は1年を通して均等であるものの、干ばつが起きることもある。冬季の数ヶ月間、6月から9月は、大雨とミヌアノスと呼ばれる、氷点下にまで温度を下げる冷たい南西の風によって、特徴づけられ、特に山の多い自治体では、雪が降ることもある。夏の気温は、摂氏30度にまで上昇し、日射病も稀ではない。 工業セクターは GDP の42.6%と多くを占めており、次にサービスセクターが41.1%と続く。農業は GDP2004 年の16.3%に相当する。南タイガ州の輸出品目は、履物が18.1%、大豆が14.2%、タバコが13.6%、自動車が8.1%、 冷凍牛肉が7.2%、化学物質が6.8%、比較が5.3%となる2002年。ブラジル経済の6.7%を占めている2005年。最も繁栄しているブラジルの州のうちの一つ、南大ガ州は特に穀物生産、ブドウ生産、牧場、工業生産によって有名である。ブラジルの総人口の6%未満を構成している。 南タイガ州の主な輸出品目は、靴、タバコ、自動車、小麦、牛肉、皮革、化学物質である。州の住人は、ガウーショとして知られており、パンパ地域に定着した牛会の牧道と、牧場主にちなんで名付けられている。2007年のアイブリの調査によると、州の人口は1098万4000である。人口密度は38.9人、軽平方メートルだった。 最新のなど、国家居住統計調査のセンサスが示すところによれば、897万3928人、81.7%が白人であり、140万5952人、12.8%がパルド、褐色、56万人、5.1%が黒人、4万3000人、0.4%がアジア系もしくはインディオである。 主に、ガウル書とアソーレスの人々を背景に持っている、ポルトガル系の人々の家系は、沿岸部と、州南部で優勢である。ドイツ系の人々の子孫は、シノス渓谷、ノーボアンブルゴ、サンレオポルド、その他途中部、及び、西部地域で優勢である。イタリア系の人々の子孫は、山の中、セラガウーシャ、カシアスドスル、ベント・ボンサルベス、その他途中部、及び、 西部地域で優勢である。州の至るところに、かなりのポーランド系とウクライナ系のコミュニティがある。アフリカ系の人々の家系は、ペロータスやリオグランデなど州都と南部の諸都市に集中している。州の南部は、かなりの人口のインディオによって特徴づけられている。原リオグランデドするの地域には、元来、グアラニー族とカインガング族をはじめとするインディオの、 人々が定住していた。ヨーロッパ人の定着が始まったのは1627年のスペイン人のイエズス会誌によってだった。ポルトガル人のイエズス会誌は1687年にインディオ伝道所を建設し、地域を支配した。地域のインディオはカトリックに改修し、イエズス会と共に生活した。これらの宿図は、 サンパウロ氏からのインディオを奴隷として求めたバンデーランテによって一世紀に破壊された。ポルトガル人のリオグランデドする入植者は1748年から1756年の間、アソーレス諸島とポルトガルからの2000人の移民の到着によってに急速に増加した。彼らは原州都のポルトアレグレを含む州の各地に定住した。1822年に アフリカ系ブラジル人は、リオグランデドスルの人口の50%を占めていた。この人口は1858年には25%に、2005年には5.2%にまで減少した。彼らの多くはアンゴラから奴隷として、牛牧場で働かせるために連行された。今日、黒人のコミュニティは主に、ポルトアレグレ地域に集中している。ドイツ移民が最初に南に、 ブラジルに到着したのは1824年だった。彼らは国家を隣国の侵略から守るため、そして南部地域の空白の内陸部に入植させるためにブラジルに引き寄せられた。彼らが最初に築いた都市はサンデオポルドだった。続く50年の間に2万8000人のドイツ人が農村部の小農家として働くためにこの地域に流入した。 イタリア移民は1875年にリオグランデドスルに到着し始めた。彼らの多くはベネと北イタリアの貧しい農民であり、南ブラジルで自らの農場を獲得するために引き寄せられ、この地域へのイタリア移民は1914年まで続き、総計10万人のイタリア人がこの時代に定着した。移民の多くは小農家として働き、 主に州の一部のセラがウーシャでブドウを栽培た。他のヨーロッパ人移民もまた、リオグランデ・ドセルに移住し、多くは東ヨーロッパ、ポーランド、ウクライナ、ロシアからトライした。ポルトガル語は国家の公用語であり、学校で第一に教えられる言語でもあるが、英語とスペイン語も高等学校での公式のカリキュラムに組み込まれている。 南大ガ州はブラジルで最も豊かな文化を持つ州のうちの一つとして有名である。南大ガ州の音楽は多くの様式、主にプラトのリズム、茶豆やミロンガ、ポルカ、チャカレーラなどが混濁している。州の住民は島本隣国、ウルグアイやアルゼンチンで飲まれるマテ茶の統治品マイナスを暗飲することで国家的に有名である。バーベキューは 局地的に主発コとして知られており、日常生活で最も重要な要素の一つである。州の各地域には独自の文化的背景が存在する。パンパでは未だに古きガウーショの文化が大きな影響を持っている。ガウーショとは南タイガ州生まれの人物の誰をも表現することがき来用語である。しかしながら、それはまた北米のカウボーイやベネズエラコロンビアのラネーロ、 チリのウアッソ、メキシコのバケイロに対する緩い道義語として、19世紀における地域の農村部での労働者を説明するのにも用いられるものでもある。州のその他の部分には、ポストが有所文化があり、主にドイツ人とイタリア人の移民に影響を受けている。数世代後に移民の子孫は彼らの文化的な影響を未だに強く、残したま、地域社会に同化しており、多くは、 農村部に居住している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。